つ一方的なやつ、とても楽しんでいます。DJ みたい。いやいやいや。人の中入ってたで。入れんの？あ、さっきの奥？あのなんか通気口のとこや。うん。さっきぐるっと回ったトンネルのところがあって、そこに通気口があるよって言ったところがさっきの入り口でした。そこに繋がる。まあまあ狭いところ多いけど。そういうことやね。猿島どうでした？結構自然もいっぱいで、うん、その自然の声が良かった。自然の声なんかかっこええな。自然の声、自然みたいな。ありがとう。楽しかったね。なリフレッシュ。
焼けもしっかり焼けるし、お肉しっかり焼けやね、ケチャップよりさ、マスタードの方が合うな。うん、なんでやろ、ちょこちょこ効いてるからかな。あ、かもな。そんなに濃すぎひんしな、なんかアメリカンやからもっとこってりなんかと思ってた。全然全然、うん、あ、ほんまにバシバシに美味しいよ。うん、めっちゃそこやもんな、ね、お客さんはここチケットでさ、これすごい喋れてるわけなんか、得すぎてびっくり。で、3000円ぐらいのチケットでさ、これ1個でさ2100円か900円ぐらいでもうさ、でさっきのさ、普通はもうただで参加できてるわけやんか。600円、2700円で、横浜までの往復が700円やろ、3400円で、で、猿島の乗るのも300円ぐらいで来てるやろ、3700円ぐらい、500円オーバーで食ってる。なん、絶対使った方がいいよね。うん、味わいね、美味しいし、うん、味半分終わってない。そうだね、見て、この、あの半分入れてくれてるね。あの、まあ、出てきたら、セピの顔を、自分の顔ぐらいのハンバーガーを食べてる。全然かかりないね。かかりないね。俺のハンバーグ食ったよ。あ、ほんとごめんごめん、大きい方もあった。パーツも。これめっちゃお腹空いてたからさ、いいぐらい。何も食べるとこうそうか。ベッド通りにやってきましょう。横須賀ファッションやって、ほら、知ってます。今のところ横須賀買い物してます。本当に猿島行って、ミカサ行って、で今お昼ご飯でパニーディーデカデカハンバーガー食べて、227g だった。お腹がいっぱいすぎてやばば。まだまだ寝てれば。そう。8分。8分。でも8分なんや。もう10やわ。じゃあ今からはクルージング。クルージングかな。やってるのかな、雨やけど。そうや。まあとりあえず行ってみまーす。ショー。ショー。猿島行って、横須賀回って、軍港巡りはまあ雨やったし、ソールドアウトやったし、しゃあないかなみたいな。いや、結構な、回ったな。回った。ハンバーガーか。ハンバーガーを食べて。超美味しかった。美味しいか、横須賀は。横須賀、一回来るのはありやな。なんか一回ぐるって回るのは、なんか非日常というか、ほんまに海軍の街って感じがしてよかったです。とりあえず横須賀はご飯がすごく美味しかったのと、なんかほぼ山登りでした。いい散歩です。いい
夜お散歩です。皆さん暖かい格好でスニーカーで行きましょう。そうじゃないと足が大変なことになります。だるだるになります。だるだるになります。横須賀はちょっとジブリ感があって楽しいのでぜひ見てください。それではだってがっつりジブリ感になって千と千尋とかさ、ラピュタみたいな雰囲気やったから。ただすごくハイキングだけど昔の豆知識がツアーで知れるので安いのでぜひ参加してみてください。どうも、じゃあ電車来たので、はい、バイバーイ。